しんちゃん、大天羅ひろみ、ひろみです。今日は2021年の1月15日です。今日は何の日でしょう？ポクポクポクプチーン。言えない。ポクポクポクチーン。今日はですね、1年前、私が最後のベトナム旅行に旅立った日なんです。今日はその1年前の旅行について少し思い出しながら振り返ってみたいなと思います。その前に今日はですね、せっかくのその旅立ちの日だったという、まあ記念日っちゃ記念日みたいなものなので、フォーを作ってフォーを食べたいと思います。今日作るのは鶏だしフォーと海鮮だしフォーです。エースコック。エースコックはベトナムでもね、有名ですよね。ベトナムエースコックが結構大手である。日本でも大手ですけど、それを簡単に作りたいと思います。完成しました。一気にベトナムの香りが部屋中に広がって、ベトナムのねお話を今日したいんですが、その前にちょっと伸びちゃうので、早速とりあえず食べようと思います。いただきます。うん、おいしい。めっちゃベトナムの香りする。今日は鶏のフォーと海鮮フォーを作って、私はね、鶏の方をフォーガーを食べようと思ったんですけど、作ってる途中にどっちがどっちかわからんくなって、でも多分これ海鮮だと思います。ごちそうさまでした。フォーをいただいたので、早速ベトナム旅行の振り返りをしたいと思います。私はちょうど1年前の今日、ベトナム旅行に、最後のベトナム旅行に旅立ちました。その時はね、もう世間は普通な感じだったんですけど、1年間も旅行に行けなくなるなんて想像もできなくって、この1年を経てちょうど1年前に旅行行ったっていうのが、ある意味記念日みたいな、なんか思い出に残る日だなと思って、今日は振り返ってみたいと思います。1月16日に日本を旅立って、ベトナムのホーチミンに行きました。で、その後ベトナム国内で移動して、ホイアンという町に行って、1月24日に日本に帰ってきました。ちょうど9日間の旅です。すっごい楽しいベトナム旅行の中でも、いろいろね、こうドジをしたり失敗したりっていうこともいろいろありました。今日はそんな1年前のベトナム旅行で私が失敗したこと5つお話ししようと思います。まず1つ目、インターコンチの到着が遅かった。ベトナムに到着した日に、私はインターコンチネンタルホテルサイゴンに泊まりました。もうあのかの有名なインターコンチネンタル、私にとってはめちゃくちゃ高級なホテルで、もうその一泊が楽しみで楽しみで仕方なかったんですけど、飛行機が着いて、イミグレーションも結構1時間とかかかって、ようやくホテルに着いたっていう時に、もう夜になってたんですね。結構暗くって、まあ夜景綺麗だったんですけど、せっかくそんなにいいホテルに泊まるのに、夜到着ってどうなんだってね、後から思いましたね。それはね、結構反省点だなと思います。次回こそはこういったいいホテルに泊まるときは、チェックイン時間に間に合うように行きたいなというのが反省点の一つです。二つ目は、ブンタウにトンボ帰りをしたことです。ブンタウっていうのはホーチミンの少し南の半島みたいなところで、海鮮が有名な、まさにビーチリゾートと言われているようなところです。私はそこにホーチミンから大きなサイゴン川を通って、高速フェリーで2時間かけてブンタウに旅行に行きました。もう2時間なのでちょっと小旅行気分ですね。で、行ったんですけど、フェリーが結構遅れたのもあるんですが、現地での滞在時間がほとんどなくって、1時間なかったぐらいなんじゃないかな。とりあえず山登って、大きななんかこういう人の塔みたいなところに行って、で降りてきてすぐフェリーで帰るっていう、もう何も食べれず海鮮有名なのに食べれず、ビーチも行けずという感じの、もう高速フェリーを楽しんだみたいな旅になりました。それはそれで私すっごい楽しかったんですけど、
まあ、せっかく行くならね、向こうでちゃんと滞在したかったなと思います。でブンタウに行ったことある方からも、なんで泊まらんのみたいなコメントたくさんいただいて、まさにその通りだし、ぜひ行くならね、ドッグレースとか、日本でいう競馬、あの犬バージョンの犬のレースがあるんですね。めっちゃくちゃ速い犬で、なんかそういったものも見たかったなっていうのもあるので、次回はぜひ泊まりで行きたいなと思います。これも反省点ですね。2つ目でした。そして3つ目が、撮影機材が不調に襲われました。私当時の撮影は携帯でやっていたんですね。でジンバルに携帯つないでやっていたんですが、その携帯が暑さにやられちゃって、もう壊れかけてしまったんです。で携帯で全部撮ってるから、もう今までのデータ全部入ってるじゃないですか。で旅の結構終盤、中盤から終盤にかけて動いてるのか動いてないかぐらいのすごい危ない状況になり、今まで撮った撮影したのが全部なくなりかけるっていう、もうね、もう顔蒼白みたいな感じの状態に一瞬なりかけました。で実際撮った映像もね、ちょっとなんか変になってるところもあったりもしたんですが、まあ一命を取り留め、なんとかデータはほとんどがね無事に残すことができたんですが、暑いベトナムでかなり寒気を感じるほどの危機がありました。外で撮影してる時のもう直接の日光もそうだし、あと空港で撮影してる時に地面の照り返しがすごい暑かったみたいで、そのデータはね化けましたね。うん、そういうこともありました。4つ目が、買ったばかりの T シャツにコーヒーをぶちまけました。これ視聴者さんに全然関係ないんですが、ホーチミンのユニクロでベトナム限定のね T シャツを買いました。とっても可愛いですよね、あれ。でもうせっかくだからもうすぐ着ようと思って旅行していたんですが、ホイアンのカフェでアイスベトナムコーヒー、あ美味しいって思いながら飲んでたら、もうここねべっちゃべちゃになるぐらいバシャってコーヒーこぼしてしまって、コーヒーだから焦りますよね。でも一切で拭いて拭いて、でなんとかねシミとかは落とすことができたんですが、その後ベトナムのお金について紹介する動画を撮って、もうその前がね結構バタバタだったんです。そして最後の5つ目は、犬に襲われかけました。で襲われかけたというか、もう私の中で襲われたんですけど、ベトナムは街を歩いてるともういろんなところに犬がいるじゃないですか。で私犬そんなに得意ではないので、もう毎回ね無になりながらこう怖くないもんみたいな感じで歩いてるんですが、それでも襲ってくる犬っているんですね。でも旦那さんには襲わないんです。なぜか私だけ狙われる、いつも。それで毎回怖い目にあって、特に怖かったのが口トンネルからの帰り、口トンネル出たところに犬がいて、私何もしてないのになんかみんな大量に犬がワワワワワワってやってきて、そしたら鶏もなんか横パパパって走っていくし、なんかよくわかんないぐらいすごい、もうめちゃくちゃ怖かった思い出があります。もう一つが、ダナンの街歩いてる時に、なんででしょうね、私普通に歩いとったのになんか私だけ吠えてくるっていう犬もいたり大人気かもしれないですね私そんな感じで犬にいつも襲われます。襲われるって言ったら悪いですね、声をかけられるって感じかな。そんな私もだんだん犬がちょっと可愛いなって思えてきたりするので、次回行ったらもう犬と仲良しになってるかもしれないです。私がベトナム旅行で失敗したこと、反省していること5つ挙げてみました。とは言ってもその失敗も今では楽しかったなという思い出に変わっています。で私が今ね、その1年前のベトナム旅行について、あこれ一番楽しかったっていう思い出は、今パッと思いつくのはホイアンですね。ホイアンのランタンが美しかった。私は最初あんまりホイアンに行くのは乗り気ではなかったんですが、旦那さんがね、ホイアンは行こうよって言ってくれたので、まあいいよみたいな感じで行くことに決めたんですが、あそこは行って正解でしたね。ベトナム旅行を何都市か回りたいなと思ってる方にはぜひ候補に入れてほしいような街でした。帰りにシャンプーもできたし、その後はねテトでバスが運休しててちょっとハプニングもありましたが、
それもすべて思い出ということで、今日はその1年前のベトナム旅行を振り返ってみました。それでは皆さん、ヘンガプライオービデオティプティアンねー。